雲西寺は岩手県欧州市、衣川牧山にある総東州の寺院。三号は妙高山。源義経とその北の方の遺廃が安置されていた寺として知られる。寺伝によれば、当初は天台州で牛極山、梅木は寺と言い,い、歌唱三年、自覚大師の回帰と伝えられる中尊人の別院であったが、その後敗退した。文治二年十月。 源義経が妻子と従者を伴って、平泉へ落ち延びてきた際、同行していた、天台州の高僧の一人、民部京禅寺来禅をこの地に留め、文治三年、義経の北の方の記憶により、来禅を中高解散として再建された。文治五年うるう四月三十日、藤原康平の軍勢に襲撃を受けた義経が、衣川間で妻子と共に自害した後、 遺体が寺に運び込まれたとされ、内戦によって義経と北の方の遺杯が安置された。文明5年に相当州に改修。戦乱の中敗退した時代もあったが、江戸時代に足なしの庇護によって再建された。平成20年8月6日、火災によって本堂と遺杯堂、住宅部分を全焼し、本尊の不動明王や義経夫妻の遺杯も消失した。 平成22年7月、本堂の再建が行われた。ありがとうございます。